北福寺峠は長野県松本市と上田市の境にある松本盆地と上田盆地を隔てる峠。かつては東山道が通る重要な交通ポイントであった。なお、近隣の地籍である北福寺は北福寺と読むが峠の名前は北福寺峠であり、誤って北福寺峠と読まれることが多い。2012年現在、 交通量は少ないが、長野県道181号下奈良本と吉野線が通る。北福寺峠は松本市と上田市の間にあるが、県道181号線はわずかに上田市内を通るとすぐに小さ型多群青木村に入る。そのため、峠は松本市と青木村の間にあるという感じである。そのため、峠にある万葉集荷碑の裏面には、 1983年、建立当時の自治体である、志賀村と青木村の名前が刻まれている。峠には、蒸気の万葉集火碑と、馬頭、観音の石碑などがある。峠の南東側の昇級には、ウォルター・ウェストン日本アルプス絶賛の地の石碑がある。ウェストンがまだ鉄道がなかった松本に、開通間もない上田駅から向かったのは1891年7月だった。 分水例になっている。松本川に降った雨は、北福寺川から間川に流れ、安曇野市赤品で西川に合流する。上田川に降った雨は、富津岩沢から内村川に流れ、上田市長瀬で千曲川に合流する。両川は川中島で合流して、日本海に流れ込む。北福寺峠を越える、県道区間はすべて舗装されているが、一車線で、 カーブの多い山道である。松本側にはガードレールがあるが、峠に近い部分の上田側にはガードレールがなく、道幅も狭い。峠を挟む区間は陶器には通行止めになる。律令制が敷かれた頃、東山道が改作されて、北福寺峠を通過したことから、重要な交通ポイントになった。しかし、江戸時代になって中山道が開通すると、北福寺峠を通る道は、 北国紀王館と呼ばれる松本と上田を結ぶローカル線の地位に退いた。しかし、松本藩主が参勤交代の経路に使ったのは、この北福寺峠越えのコースで北国街道から中山道を通って江戸に往復していた。明治時代に入ると中山道幹線が田中松本館で北福寺峠経由の経路で計画されたこともあったが、その後の情勢変化で頓挫した。 1887年に長野県会は松本上玉に作る県道2号線を現在の国道143号線の位置に決めた。この2つのトンネルを含むヨーロッパ技術を導入しての新道線の開通により北福寺峠とそこを通る道路の重要性はさらに低下した。ありがとうございます。